久しぶりですね、こうして全員が集まるのは。今回は一体何の用だ。10人目、最後のメンバーについて目星がついた。やっとか。で、オロチマン。邪神教という新興宗教があってね、魔族に言うカルト集団なんだけど、つい先日その教団がある実験に成功したという情報が入ったのよ。一体何の実験ですか？不死の実験よ。不死だと？不死身となった者の名は飛だ。元は湯隠れの忍びだったらしいわ。我々はその飛だを仲間に迎える。オロチマン、カクザ、そしてゼツ、お前たちが迎え役だ。分かった。くれぐれも気をつけていけ。おそらく簡単に言うことを聞くタイプではない。カトン・ズコック。ウートン、大突破。月とかそんなのどうでもいいんだよ。オラ、殺戮さえできれば他は何にもいらねえ。俺は俺の思うままに殺戮し、神へ仁王を捧げ続ける敬虔な邪神教徒として、これからもずっと。うるさい。ああ、俺はおかしな宗教話を聞きにここまで来たわけだから、不死の力を確認するために来たんだ。ああ、てめえ今おかしなっつったか。真実を言って何が悪い。ああ、邪神教はおかしな宗教呼ばわりかよ。これはもう大罪だ。謝っても許されに。邪神様、見ててくださいよ。あの愚か者をすぐに潰してあげますから。いい殺気出すじゃない。面白い。潰れろや、この無神論者が。戦闘開始。行くぜ。下のボコボコにしてバラバラにしてやっからな。やっとら。カトン、お前は黙って戦うことができないのか。死ぬと。俺のすげえ体はてめえのやわなもんとは違うんだよ。ああ、天体の力は強大。バカな点が気になるが、まあいいだろ。ほら、行ってこい。騒がしいお前の口もこれで少しは塞がるか。勝負あり。不死の身ならばこの程度のダメージ問題なかろう。you
やっちゃったの？いいえ、生きているようね。いってえな、あったく。決まりね。これであなたは暁入りよ。いや、つうか、さっきも言っただろう。俺は殺戮だけできればいいんだよ、ずっとな。それは無理な話。考えなしにただ暴れ回っていれば、いずれ五大国から指名手配され、退路を断たれてしまう。死にはしなくとも、封じられてしまえば、大好きな邪神様に贄を捧げることもできなくなる。けれど、我ら暁に入れば身を守りながら行動することができる。あなたの行動も継続することができるわ。それに、暁にはあなたのセンダスとなる者がいる。いろいろためになるんじゃない？俺の？誰だそりゃ。あんたも不死身だったのかよ。うん。さて、そろそろ答えを聞こうかしら。あなたはこれからどうする？ええ、分かったよ。入りゃいいんだろ、入りゃ。交渉成立ね。あなたを歓迎するわ、ヒダン。よろしく。こんなことになるなんてな。人生わかんねえもんだぜ、ほんと。暁は集った。コナン、イタチ、ヒサメ、サソリ、デイダラ、カクズ、ヒダン、オロチマ、そしてゼツ。おのおのの事情を持ち、おのおのが野望を秘め、我らは今ここにいた。これより我らは本格的に行動を開始する。狙いは1尾から9尾までの尾獣。苛烈な相手だが、必ず全ての尾獣を集め、我ら暁の大望を実現する。そのための10人。失敗は許されない。皆心しておけ。行くぞ。暁の幕開け。さあ、月の目計画の始まりだ。